子は今までよりミラージュが強そうなのです。気をつけるのです。ほう、さすがねぶたの洞窟。ねぶら、その言葉を適当に覚える癖、いい加減やめなさいよね。お、ここにもあるのか。町の中やミラージュが多い場所のスタート地点などに自然にできてるのです。もう一度来るときなどにはとても便利なのです。それに他の町に戻るときとかショートカット代わりにも使えるのですよ。ショートカット？例えばここからコーネリアの町に戻りたいときは、まずこのゲートに入ってナインウッズヒルに戻り、向こうのゲートからコーネリアの町に行く。そうすれば近道だってことでしょ。あ、なるほど。名付けてショートカット近道。オッケよっしゃ、冒険だ冒険。とりあえず行けるところまで行ってみようぜ姉ちゃん。行くぞ。今だ。
像より思いっきりなダンジョンだ。ダンジョンってもともとはお城の深いところにある牢とか地下室って意味だったらしいよ。姉ちゃんのうんちく久しぶりに聞いた。だいぶ…そうなの。さあ、行くぞ。やるしかないね。やったな。これくらいならね。姉ちゃん、うんざりしてるの隠すときに。うんざりの語源ってさ、ちょうだい。やいや、もういいか。いや、もういいから。いや、もういいから。
始めるぜ。戦闘開始。不思議なスイッチなのです。この洞窟でジェム化したミラージュに手伝ってもらうといいのです。みちみちと道ができた。はい、みちみち渡りましょうなのです。二人とも意味不明だから、みちみちみっちり話しましょうか。うなんか負けた。タマも敗北宣言するのです。